品質保証部に入ってきたほやほやのひよこ社員は、ひよこちゃんかわいい、実際の検査を行っている社員、つまり蜂蜜の味がわかるプロフェッショナルと同じ蜂蜜を舐めます。そしてちょっとドロッとしすぎてる気がしますとか、甘みが足りない気がしますとか、味についてコメントします。するとプロが、違う、甘みが十分だ、足りないのはアカシアの香りだろと熱血指導を行います。強いね、みんなにも真似させてるし、それそれだけど味のことになるとめっちゃ熱くなるんだね、さすがプロ。そんな指導を重ねると徐々に訓練生の意見がプロの意見と揃うようになります。そしておよそ3年をかけて立派に独り立ちしていくんだよ。しっかりニワトリになったね。ニワトリになってる。プロ感動してない。